フランツ・シャルクは、オーストリアの指揮者、作曲家。シャルクは、19世紀末期から20世紀初頭に、活躍した喫水のオーストリア・ウィーンの指揮者である。兄は、ピアニストのヨーゼフ・シャルク。兄弟揃って、ウィーン・ラクユー協会音楽院で、アントン・ブルックナーに支持し指揮法と作曲学を学ぶ。後に、シャルクが、ブルックナーの一般普及を目指し改編した版ン 知られている。19世紀末期は、ブルックナーの音楽に対する拒絶反応が強くさらに、認知度も低く曲自体が冗長すぎるとの批判を受けていたため、スコアを短縮や編曲したものを交換した。現代において、シャルク版は、原点版を無視した火薬との批判を受けているが、これは当時の状況に合わせて、シャルクなりにブルックナーを普及させようとして行ったものであると、 考えられる。ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、リヒャルト・シュトラウスなどの作品の演奏を得意とした、反面、ストラビンスキーなどの現代音楽は、不得意で観客の評判もかんばしくなかったと伝えられている。1918年、シャルクはウィーン宮廷歌劇上奏監督に就任し、1919年からはリヒャルト・シュトラウスと共にその地位にあったが、 両者の対立は激しく、結局はシュトラウスが歌劇場を去ることとなった。ただ、後に、オペラ劇場総監督、フランツ・シュナイダー班の仲介により和解し、シュトラウスは、ウィーンに戻ってきた。シャルクは、宮帝国時代の宮帝オペラを国立オペラに移行させた人物であり、ウィーン国立歌劇場及び、ウィーンフィルハーモニー還元楽団で、 第二バイオリンを務めた夫をシュトラッサーは、シャルクは私たちにとって全くウィーン国立オペラ劇場とその伝統の象徴たる存在であると述べている。また、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団を連れて、ジュネーブやパリなど各地への演奏旅行を行った。ただし、歌劇場の天井座席の観客からは手ひどく攻撃されたとされている。人気の最後には体調を崩すようになり、 1929年に地位を退いた。上日のシュトラッサーは、彼の辞任とともに、私たちのオペラ劇場での歴史の最も価値ある、局面の一つが終わりを告げたのみならず、また、マーラー以来、生き続けてきた伝統も終わりを告げたことを意味していたと、語っている。指揮者、ブルーノ・ワルターは、自伝の中で、シャルクを、最初は常に薄笑いを浮かべ、正体不明で何を、 考えているのか、全く理解ができなかった人物としながらも、ザルツブルクである席で同席したのがきっかけで、意気統合して、その後、ウィーン国立歌劇場に対する、シャルク自身の犠牲を顧みぬ献身的態度や、晩年における芸術的成長について並々ならぬ、高評価を与えており、晩年のシャルクが病に倒れ重大に陥り式台に立てなくなった際に、 ザルツブルクでの指揮をアルターに依頼するほど親密な中に発展したという。1931年の6月にウィーン国立歌劇場でワーグナーの楽劇トリスタンとイゾルデを指揮した数週間後、エイドラフ・ハンデアラックスのサナトリウムに収容され、1931年9月に死去した。臨終の言葉はウィーンフィルハーモニーの人たちをよろしく頼みますであった。 遺体は、ライヒエナウ墓地に埋葬され、ウィーンフィールド用シャルクが手塩にかけて育てたウィーン、国立感劇場合唱団が、遺言に従って、ジョバンニダ・パレストリーナ作曲のモテットを歌った。シャルクは教育者として指揮者育成のための教育にも、熱心に携わり、クレメンス・クラウスやカール・ベームに影響を与え、ヘルベルト・フォンカラヤンや、 アルトゥール・ロジンスキー、ハンス・スワルフスキー等を育てたことでも知られている。また、オーケストラ奏者の教育にも力を注いでおり、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団では、各団員の名前を覚えるとともに、各自の採用試験以来、その弾き方を把握していた。新人オペラ歌手の舞台稽古をする際には、オーケストラの若い弦楽器奏者を数人呼び寄せて、小編成で伴奏をさせていたが、 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団で第二バイオリンを務めたお父しトラッサーは、この稽古について、私たちがこのような状況で努力し、また根本的に準備し、うまく弾くように促されたことは言うまでもないと、表している。皮肉屋のシャルクは特に若い奏者を褒めることは少なく、彼らと親密な関係を築くこともなかったが、真面目に職務に取り組む者は評価しており、 オーケストラの定員が削減される必要が生じた。時には彼らの肩を持って定年退職した人の空席を当分の間埋めないことで縮小とみなすという解決策を提示した。また、上実のシュトラッサーについては、その腕前を評価して、第二バイオリンの主席奏者に抜擢したり、海外ツアーに最年少団員として連れて行ったりした。エイリヒ・ボルフガング・コルンゴルト、フランツ・シレーカー。 マックス・フォン・シリングス、アレクサンダー・ゼムリンスキー、バルター・ブラウンフェルス、ユリウス・ビットナー、パウル・ヒン・デミット、イーゴリ・ストラビンスキーなど、同時代の作曲家たちのオペラを演奏している。また、エルンスとクルシェネクのジャズ風オペラ、ジョニーは演奏するについて、シャルクは演奏したがらなかったが、劇場総監督のシュナイダー班の推薦、および観客が集まるという財政上の理由を前に、 仕方なく演奏していたとされる。シャルクの演奏はその風貌さながら、やや無造さながら厳しくも内燃する情熱に溢れた、ものであった。もちろん、ウィーンの音楽からしく、ウィーン風のエレガントな音楽性も合わせ持っており、ウィーンフィルハーモニーを指揮した時に発揮された。また、ポルタメントを多用するなど、19世紀の演奏スタイルを牧手していたと言える。引退間際になって登場した。 sp 録音技術を用いて、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団と共に、ベートーベンの公共曲を録音した。これらの録音は、名門ウィーンフィルの初のレコーディングとして、大センセーションを巻き起こしたとされる。また、シャルクの死の年に、AHMV に、ベートーベンの公共曲第5番第一楽章、及び公共曲第8番全曲を、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団と再録音したが、 未発売である。シュトラッサー三十一ページ。ABC シュトラッサー三十三ページ。シュトラッサー八十四ページ。ABC シュトラッサー二十八ページ。シュトラッサー三十四ページ。AB c シュトラッサー三十五ページ。シュトラッサー三十六ページ。ABC シュトラッサー百五ページ。ABC シュトラッサー百六ページ。 ABC シュトラッサー26ページ。シュトラッサー17ページ。ABC シュトラッサー27ページ。シュトラッサー53ページ。AB 大谷143ページ。ありがとうございます。